こんにちは。学習学店にアイドル活動をしています、中学3年生14歳のゆずぴーことゆずきです。よろしくお願いします。はい、今日は四国大学初未来のミュージシャンに出演させていただき本当にありがとうございます。はい、私はね、四国大学生ではないんですけど、時々ね、四国大学の、レッスンにお邪魔させていただいております。はい、で今日は3曲のうち2曲ほどアニソンを歌おうと思います。で、1曲目はですね、徳島県出身の歌手上野由香ちゃんの幸せの帰り道っていう曲を歌うんですけども、これは、アニメ若子酒の主題歌となっております。あんまり知らないかもしれないけど、結構私は好きなアニメなので歌おうと思います。それでは聴いてください。入間くんのデビキューという、曲を歌おうと思います。こちらめちゃくちゃ可愛い曲となっておりますのでね、ぜひとも皆さんノリノリで聴いていただけるとなと思います。それでは聴いてください。デビキュー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 だー。
する。つま先惚れたドキッとするかしら。可愛いって言わせちゃう。普段は完璧、今日の私は無敵なら、もはや天使いや悪魔急に肩巻いちゃうでしょ。ベビーベビーベビーキュー、ベビーキュート、コラコラさせるわ君の肩。ベビーベビーベビーキュー、ベビーキュート、メラメラ燃えるそんな心。ベビーベビーベビーキュー、ベビーキュート、君を振り向かせるためなら、ベビーキュー、ベビーキュー、悪魔にだって楽しんぼるわ。ベビーキュー、ベビーキュー、ベビーキュー、ベビーキューだ。手のひらつかめばギュッとする。背中合わせたらソワップするかしら。ドキドキ気づいてよ、気持ちは限界。今日の私は素敵だよ、もはやミューズいや悪魔急に肩舞い合わせちゃう。デビデビデビクーデビクーと、クラクラしないで隣にいて。デビデビデビクーデビクーと、キラキラしてるこの私。デビデビデビクーデビクーと、君を釘付けにできるなら、デビクーデビクー、悪魔にだって楽しうるわ。なのにずるいわ、そんな笑顔でおはようなんて言われたら、ブラウン真っ白白頭は舞いちゃうじゃない。クラクラさせるわ君の肩。デビデビデビキューデビキュート、メラメラ吠えるそんな心。デビデビデビキューデビキュート、君を振り向かせるためなら、デビキューデビキュー、悪魔にだって楽しうるわ。デビキュー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 、告知をさせてください。はい、私はこの後3時から場所を移動して撮影会を行います。ね、気になる方はよければお声掛けください。はい、そして明日岡山でキッズフェスというイベントに出演させていただきます。はい、とてもねすごいキッズたちが集まったイベントとなっておりますので、よければ来てくださるととても嬉しいです。はい、で他のライブ情報とかは私か私のお母さんのツイッターでご確認ください。私のアカウントは結ぶに月と書いてゆずきで徳島って入れてくれたら出てくると思いますので、よければ調べてみてくださると嬉しいです。はい、それでは次で最後の曲になります。へー、ありがとうはい、最後の曲はですね、アニソンではないんですけども、あとまた上野ゆかちゃんのスタチファッションって曲を歌おうと思います。で、スタチファッションで2つほどしてほしいことがございます。私がサビの時にスタチのポーズをするんですけど、ちょっとそれを教えたいなと思います。スタチのポーズは親指、人差し指、中指を動かしてください。こんな感じです。皆さんキツネとかにしてふざける方いらっしゃいますけど、ちゃんとこれやってくださいねお金じゃないよザ、こうやってして、で上でぐる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 サビの時にやってくださると嬉しいです。で、2つ目は最後の方にコール&レスポンスがあるんですけど、私がズキって言ったらさ、右腕開けてください。ドキって言ったら左腕開けてください。ズキドキって言ったら両腕開けてください。完璧皆さんね、しっかり腕上げてるので
きっと本番も大丈夫だと思います。それでは最後の曲盛り上がっていきましょう。ふたちファッション、友達に見えるな同級生、それだけじゃ折れない、そばにいんな気づいてよ、この暗い夢中なのパズルばっかいじってないで、タッチしてよ私に、スナッチファッション、コイノベーション、起こせマーション、とてもリアルで熱いガンダム、友達はやめた、キスしてもいい、こっちから朝仕掛けるよ、マジのアクション、そんな大胆な私、名を味見してみて、突っ込んだ話をしてみた、もうなんだ玉かけてみただろう、そんな風に笑うなんて、まだ知らない君がいるなんて、もう少しでかっこいいな、あそこが気になるの、ありえないぜ、それやばいぜ、譲れないぜ、かしこまりできやしないって、友達は終わり、キスしちゃうよ今すぐに、あ、振り向いて目を閉じて、ほんの一秒でもいいな、私のそばにいて、スナッチは確かにすクリープハイプより EX ダーリンです。
としい。知ってる人も多いと思います。聞いてください。乾杯。
次さ最後に歌う曲は、残酷な天使のテーゼです。この曲はエヴァンゲリオンの主題歌で、アニメソングの中でも有名な曲で知ってる方も多いと思います。聞いてください。
とした手に色を溶かす夜に銀色の月も添えて転がるように風を切って繋ぐごとに強くなった光も闇も光も全部抱きしめて選ばれなければ選べばいい声をとどろけ夜のその向こうは涙で滲んでたあんなに遠くの景色まで響き渡れ何を奏でて誰に届けたくて不確かなままでいいどんなに暗い感情もどんなに高い葛藤も歌と散れ残響満線や叶えない対応すれば果てに色白くの過去そう哀れこの先どんな辛い時も口先よりも胸を張って描いた夢の光を全部たっぷりだけ出すためここまで来たじゃないだろうございます。ごめんなさい緊張で歌詞が飛んじゃいました。トールと申します。よろしくお願いします。今の曲知ってた方拍手。あ、よかったです。今日2曲目3曲目も割と有名な曲を持ってきたつもりなので。ありがとうございます。楽しんでいてください。今の1曲目は鬼滅の刃の主題歌の残響参加でした。2曲目はアニメタッチの主題歌のタッチです。冬を止めて1秒あなた知ってる舐めをしたからそこから何も聞けなくなるの星屑愛する人を大切にして知らずに臆病なのね落ちた涙も見ないふりすれ違いや回り道をあと何回過ぎたら二人は触れ合うのお願いタッチタッチここにタッチあなた背を伸ばして受け取るよため息の花だけ束ねたブーケ愛さなければ寂しさなんて知らずに過ぎてゆくのにそっと悲しみにこんにちは全部映ってしまえばいい
手を伸ばして受け取るよ。ため息の花だけ束ねたブーケ、呼吸を止めて一秒、あなた真剣な目をしたから、そこから何も聞けなくなるの。星屑ロンリネス、誰も愛さなければ寂しさなんて知らずに過ぎてゆくのに、そっとお悲しみにこんにちは。ありがとうございます。3曲目ラストの曲なんですけど、世界で一番売れてる漫画で合ってるかな、単一作家で、で有名なワンピースの主題歌の We Are を歌いたいと思います。イエーイ、ありがとうございます。ちょっとね、原曲を知ってる方はちょっとたっけえなこいつって思うかもしれないんですけど、許してください。それでは聴いてください。熱に浮かされ舵を取るのさ、誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない、個人的な嵐は誰かの倍を We are the crew.
して、四国大学の、3年生なんですけども、辻亜美と申します。 ありがとうございます。1曲目にお届けしたのがリゼロのロングショットっていう曲で、ちょっと英語が多い曲だったんですけど、皆さん盛り上がっていただいてありがとうございます。続いての曲に行きたいと思うんですけど、続いての曲が、ドラゴンボールの主題歌なんですけど、ちょっと昔の主題歌になってて、工藤静香さんって知ってますか皆さん。この人ですこの人なんですけど、が歌ってる曲がすごいかっこいいなと思って、今日披露しようかなと思って、皆さんに全力でお届けできたらなと思います。聴いてください。曲になるんですけど、その前に私もちょっと告知をさせていただきたくて、ちょっと失礼します。7月の17日に今回のワンマンライブをしていただけることになりまして、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと場所はね、ちょっと国府の方でちょっと遠いんですけど、
私の名前通じあみと打っていただきましたら SNS とかも出てくるので、よかったら皆さんそちらの方から詳細を見て、よかったら来ていただけたらなと思いますので、皆様よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでラストの曲に行きたいんですけど、ちょっとアニソンなのかなっていうふうに思うんですけど、私はこの曲で育ったと言っても過言ではないぐらいすごいいい曲やなっていうのを大学生になって聞いて思ったので、皆さんの前で盛り上がれたらなと思うんですけど、皆さんプリキュア知ってますよね。プリキュア知ってますか。知ってる。 ありがとうございます。その、まあ、初代の曲ですね。私はこの曲ですごい乙女心を知ったと言っても過言ではないぐらいいい曲やなと思ったので、皆さんで盛り上がれたらなと思います。皆さんありがとうございました。マークさプリキュア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 キュアキュア二人はプリキュア。一難去っては大日なぶっちゃけありえない。制服着てても二人はめちゃくちゃ抱き出し、お互いピンチを乗り越えるたび強く近くなるね。 Your best, my best 生きてるだから失敗なんて目じゃない。笑う角に服着てあるでしょ。ネガティブだってぶっ飛ぶ命の花咲かせて思い切る。バンドで演奏してくださるので、よかったら見に来てください。ありがとうございました。